さあこれでキリアエンドロール、エンドロール、エンドロール、いけるいけるいける、エンドロール、よし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 、大阪杯これで来た、よし。秋は天皇賞、秋ジャパンカップ有馬記念、こちらを目指してやっていきましょうか。そしたらこれでキリアエンドロール、今週毎日王冠行ってみましょう。うち玉が出るよ。そしたらこちらキリアエンドロール、こちらが毎日王冠、20丸が3つ。そしたらこちらも逃げで毎日王冠、これで行ってみましょう。逃げ馬が他にいないレース、東京競馬10レース G2 毎日王冠、芝 1800m、 コンディションは良。スタートしました。さあ15頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、1番ウィンブライト、ペースを作ります。食い下がるキリアエンドロール、さあこれでキリアエンドロール前の方行っている。キリアエンドロールがこれで毎日王冠、ここでウィンブライトと競り合っているか、どうだこの競り合い。エンドロール、エンドロール、エンドロール、よしよしよし、来た来た来た、よし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 、一着でしたね今。判定をお待ちください。さあこちらキリアエンドロール4番が前に来てますね。よし、さあこれで毎日王冠勝って離され勝利、そして天皇賞秋向かっていきましょう。さあこれで天皇賞秋で、G1 3勝目を目指していく。んーで、クリアエンドロールレースの疲れもそれほどない。じゃあ天皇賞秋出走させていきます。はい、さあそしてクリアエンドロール今週天皇賞秋行ってみましょう。さあこちら川田優雅騎手で G1 3勝目を目指して天皇賞秋出走しましょう。さあこちら、まあまあ本命の20丸が2つついている。ただこれが人気と気象のところについているだけなので、能力にはあんまり影響しないような場所にしかついてない。そしたらこちら逃げで天皇賞秋行ってみましょう。さあ頼む天皇賞秋、秋の風吹く東京競馬場、秋古馬三冠の初戦となる伝統レースが間もなく幕を開けます。スタートしました。ヒットザターゲット、さあこちらスタートしました。まずは先行争い、1番タスカータソルテ、ペースを作ります。外から上がるのはスティックデビュー、他の2ゲーマーと一緒に前の方に進んでいくキリアエンドロール、9番統計ヘイロー、少し差が開いて5番ダイバファルコン、内抑えて2番ネオリアリズム、13番ドレッドノータス、印のつき方からするともしかしたらもうピークを過ぎているのかもしれない。18番アリゼオ、そのうち、ただここまで大阪杯と安田記念勝ってきて、でさらにもう1個くらい G1 勝てばもしかしたら年度代表馬が見えてくるかもしれない。外から16番スワーブリチャード、これを見るように内側4番中山ナイト、続きまして6番マカヒキ。前半の 1000m は1分0秒2、外から17番ヒットザターゲット、こちら先頭に立っているキリアエンドロール、さあここで最後のカーブを曲がっていく。キリアエンドロール現在先頭、さらに14番スティッフェリオ、4コーナーをカーブし、さあこれでどうなるか、キリアエンドロール直線の攻防、さあこのまんま行ってくれるか。この東京競馬場直線が長いコースではありますが、最後このまま逃げ切れるか。キリアエンドロール、エンドロール行ってるぞ行ってるぞ、残り200、よし、いけるかいけるか、キリアエンドロール、いける、エンドロール、来た来た来た、いける、いける、よし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 、キリアエンドロール G1 3勝目、よしよしよし、天皇賞勝った、よし来た、初めての天皇賞勝ち、鞍上は川田優雅騎手、キリアエンドロール来ました、制覇です、天皇賞秋勝利。その後3着タスカータソルテ、よし、これで G1 3勝目、しかも同一年で大阪杯と天皇賞秋と、中距離のレース2つ勝っているので、もしかしたら年度代表馬が見えてくるかもしれない。こちら天皇賞秋勝利、よし、キリアハンサムソプラノキリアの3区。
さあこれで見事圧勝、3馬身半離したのか。見事圧勝で天皇賞秋制覇。この調子でさらに勝ち星を積み重ねていきましょう。よし。そしたらこの後はジャパンカップ、そして有馬記念、こちらに行きましょうか。そしたらキリアエンドロール、レースの疲れもそれほどない。そしたらこれはもちろんジャパンカップに出走させます。はい、来週ですね。来週なんとかジャパンカップ、ジャパンカップ勝てればさすがに年度代表馬でしょう。今これは微妙なんですよね。大阪杯、安田記念、天皇賞秋、3つ勝ってますけど、格が高いというと天皇賞秋はかなり格が高いレースではありますが、大阪杯も G1 になってからと歴史が浅いレースと、あとこちらマイルの安田記念で、この天皇賞春とか宝塚記念とか、ここら辺の格の高いレースをちょっと落としているので、年度代表馬が微妙な感じ。ジャパンカップ取れれば多分間違いない。ジャパンカップか有馬記念、どちらかでも1着取れれば多分年度代表馬いけそうだと思うんですが、次のレースクリアエンドロール、ジャパンカップに行きます。さあこれでジャパンカップ前走と同じ川田優雅で行きましょう。よし、ここまで大阪杯1着、安田記念1着、そして天皇賞秋1着、ここで4つ目の栄冠ジャパンカップ取れるかどうか、こちら行ってみましょう。宇都宮が出るよ。さあではこちらキリアエンドロール、こちらが20丸2つ、D マジェスティ、デインドリーム、この辺がついてるか。そうか、ジャパンカップで外国馬か。デインドリーム、伊藤っていう外国馬がいるんだ。作戦は逃げていきましょう。川田優雅、キリアエンドロール 7.1 倍、こちらが3番人気か。デインドリーム、ウィンバリアシオン、そしてキリアエンドロール、かなり人気は拮抗している。さあではこちらジャパンカップキリアエンドロール行ってみましょう。ジャパンカップ行きましょう。今年も海外から競合馬がここ東京競馬場にやってまいりました。迎え撃つ日本勢の準備は万全です。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先頭争い。さあこちら先頭を走っていきます。キリアエンドロール、2番手5番ダイワキャグニー、6番伊藤、好位をキープ。1番伊藤という名前のドイツの馬。18番ダンコ、各馬第一コーナーをカーブしていきます。さあこれ先頭で走っていきます。外から17番ウィンバリアシオン、そのうち7番ラブリーデイ、11番ユーキャンスマイル、続きまして15番ジャガーメイル、12番ディーマジェスティ、内から9番ミッキースワロー、これからバックストレッチに向かいます。外から10番サンダリングブルー。さあこの東京競馬場2400m、デインドリームこの位置、続きまして16番スワーブリチャード、 1000m の通過タイムは1分1秒5、内抑えて8番ダンディーン、少し遅めのペース、2番アドマイヤラクティ、遅いペースだと逃げ馬が有利と言われていますが、どうか。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は変わらずキリアエンドロール、後ろに5番ダイワキャグニー、6番伊藤、好位をキープ。外を抑えて18番ガンコ。さあこれで最後あの大欅の向こうを通過して第4コーナーを曲がっていく。少し差が開いて15番ジャガーメイル、12番ディーマジェスティ、外から差を詰める。さあこちらキリアエンドロール、逃げ馬先頭のまま最後の直線までやってきました。さあこの直線長い東京競馬場、ここでいけるかキリアエンドロール、このまま粘ってくれキリアエンドロール、エンドロールいけるかいけるか、エンドロールエンドロール、よしよしよし、いいぞいいぞ、残り200。ただこれ内から赤い帽子くっつよ、頑張れ頑張れキリアエンドロール、やかわされたかわされたかわされた、いやダメか。デインドリーム、人気に応えました。2着ディーマジェスティ、3着は接戦となりました。いやこちら最後失速してしまった。8着、いやーこれちょっと衰えとの勝負でもあるんですよね、このキリアエンドロール。そしたら最後有馬記念目指してやっていきましょう。
そしたらこれでキリアエンドロール有馬記念に出走させましょう。はい、さあそしたらこちらレースの疲れもそれほどなく次は有馬記念に向けていきます。こちらですね、キリアエンドロール有馬記念に出走します。さあ来ました。そしたらこれで、川田優雅騎手有馬記念行きましょう。よし、さあこれで満足のいく仕上がり、これで負けたら仕方ありません。そしてウッド単走馬なり、さあこれで抜群の動き、気合乗りも十分ですし、これ以上ない完璧な状態に仕上がりました。さあこれでキリアエンドロール有馬記念出走しましょう。うちの馬が出るよ。さあこちらキリアエンドロール有馬記念、おっと印がだいぶついてると、こちら本命の印が3つ、ただ奇跡にも印がついている。こちらは逃げでいきましょう。いつも通り逃げで。オッズはこちら奇跡が 3.4 倍で1番人気で、キリアエンドロール 4.5 倍2番人気。2番人気か。この奇跡相手にキリアエンドロールどれだけいけるか。さあではこちらキリアエンドロール有馬記念 2500m 芝、こちら行ってみましょう。さあではこれで行きましょう。役者が揃い舞台が整った中山競馬場、豪華絢爛、世代を超えた名馬たちによる2分半の夢舞台有馬記念、まもなく開演です。スタートしました。スタートちょっと今遅かったか、大丈夫か。まずは先行争い、スタート遅かったのは隣の馬か、ちょっとよく見えなかった。さあこちら3番手につけている、こちらキリアエンドロール、内側1番フォゲッタブル、一馬身相手9番山勝エース、これを見るように外側16番さあ頼むぞキリアエンドロール、内から15番ダイバファルコン、これを見るように内側2番アドマイアデウス、その外4番ワンアンドオーリー。さあこちら中山 2500m のレース、正面スタンドを通過します。1回ここで外を抑えて、この正面スタンド前を通過していく、内抑えて7番ニコピコ、その内6番ダービーフィス、これを見るように内側3番スカーレットカラー。さあここゴール板の前を通過して、内抑えて10番カーブバックストレッチに向かっていきます。タイムは1分1秒5、一馬身相手5番アルバート。これ前3頭がだいぶ後ろを離していますけど、それでも1分1秒5。冬の中山競馬場、まあ、2500m のレースだから、ここから先頭昭和ペースは遅くなるものなのかな。先頭変わって奇跡、さらに8番キリアエンドロール、13番サンゼッペリン好位をキープ、5馬身相手9番山勝エース。さあこの1番人気奇跡が逃げの作戦、客室自在でしたけど逃げの作戦。フォゲッタブル、6番ダービーフィス、この辺りが中段、11番中山ナイト、内抑えて4番ワンアンドオンリー、内側3番スカーレットカラー。さあこれで最後第3コーナーに入っていきます。奇跡がまだ先頭、続きまして、こちらキリアエンドロールが4コーナーカーブから内を走っていく。さあこれ第4コーナー曲がって最後の直線、最後こちら中山競馬場の最後の直線でキリアエンドロールいけるか。キリアエンドロール、エンドロール、エンドロール行ってくれ、エンドロール、エンドロール、エンドロール前をかわした、よしよしよし、来た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 、よしよしよし、キリアエンドロール1着、よし、有馬記念勝った。キリアエンドロール有馬記念、キリアエンドロール来ました。キリアエンドロールこれで有馬記念勝利、 G14勝目。よし、最後暮れの中山競馬場でこの奇跡をかわして G14勝目、有馬記念初制覇やった来ました。このキリアハンサム3区、このキリアハンサム、もうこのキリア牧場の集大成として種牡馬入りさせたキリアハンサムがわずか10歳で亡くなるという、そんな不幸に見舞われましたが、そのキリアハンサムのラストクロップ、最後の世代キリアエンドロールが G14勝、有馬記念制覇しましたよしやった、はあ、そして賞金2億1600万、有馬記念、いやー、
さあそしてこれで1月に入りまして、さあそしたらこれで、時間進めて、おめでとうございます。 SRA 賞をうちの馬が受賞したそうです。 SRA 賞受賞会場に向かいますか。はい、そしたらこちら行きましょう。さあこちら SRA 賞、昨年も様々な競走馬が活躍した競馬界、その中でも輝かしい成績を収めた競走馬たちを表彰させていただきます。よし、さあこれで最優秀4歳以上5羽を受賞したのはキリアエンドロール来ました。キリアエンドロール最優秀4歳以上5羽、主な勝ち倉有馬記念、安田記念、そして天皇賞、さらに大阪杯も入っております。そしてこちら短距離馬ダートホースと続いて、そして栄えある年度代表馬を獲得したのはキリアエンドロール来ました。キリアエンドロール、このキリア牧場初の年度代表馬、キリアエンドロール SRA 賞を来ました。キリア牧場の方々おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、これで年度代表馬、初の年度代表馬をこのキリアエンドロールで取ることができました。よし、さあこれで、長かったダービースタリオンの実況、ここで一区切りとさせていただきたいと思います。そして初の年度代表馬に選ばれましたこちらキリアエンドロール、107年目、107年やって初の年度代表馬に輝きました。このキリアエンドロール、父キリアハンサム、母ソプラノキリア、こちら凱旋門賞を目指すというタイトルでダービースタリオン実況を進めていましたが、凱旋門賞は目指していましたが届かなかった。この凱旋門賞に届かなかったことは、ちょっと心残りではありますが、凱旋門賞を目指して精一杯戦ってきました。いやー、ここまで長かったこのダービースタリオンの実況、こちらキリアエンドロール、キリアハンサム3区、キリアハンサムの最後の世代、年度代表馬を取ることができました。皆さん最後まで応援ありがとうございました。それではここでダービースタリオンの実況を終わりにしたいと思います。この後3月18日にウイニングポストという競馬ゲームも発売されますので、そちらも楽しみにお待ちください。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次のゲームでお会いしましょう。それでは。